田中一村終焉の家、田中一村終焉の家は、鹿児島県奄美市なぜゆうや三38番地3にある、日本画家の田中一村が最後に過ごした家。田中一村は1908年に、栃木県にて生まれ、千葉県で20年間ひたすら社生に没頭した後、奄美の自然に魅了されて1958年、50歳の時に、奄美大島に移住した。 大島紬の染色校として、働いたり、芸能の傍ら、亜熱帯特有の動植物を描き続けたが、その独特の世界は、生前に認められることはなかった。中央画壇とつながりを持たず、製品、孤高の生活を続けた田中は、1977年9月1日、69歳で、長年住んだ尺屋からこの家に移り、新たな創作意欲を燃やし、ここを、 五点のようだと言って、大変喜んでいたが、入居からわずか10日後の9月11日、心臓発作で孤独死した。毎年、明日には、この場所で、地元有志による市村記が行われる。家のそばには、田中一村の生涯を記した石踏みがある。建物は、和公園近くの畑の中にあったものを、移設保存したもので、元は、現在地にあったものではない。 ありがとうございます。